モーガン軍はアメリカ合衆国ユタ州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は9469人であり、2000年の7129人から33%増加した。軍庁所在地はモーガン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。1862年に設立され、軍名は松実政党、 イエス・キリスト教会の初期指導者の一人であり、第七代大官庁、ヒーバー・ジェイ・グラントの父、ジェデディア・モーガン・グラントにちなんで名付けられた。モーガン軍の全体が、オグデン・クリア・フィールド大都市圏、並びに、ソルトレーク式オグデン・クリア・フィールド広域都市圏に、属している。カリフォルニア・トレイルの側道である、ヘースティングス・カット・オフの初期ルートは、モーガン・バレーを通り、 ウィーバーキャニオンの細い谷を下っていた。多くの隊員が遭難したことで、名高いドナー隊はその工程を早めるために、モーガンバレーを通ることを避けたが、その大退路の方が多くの時間を消費することになった。1855年、チャールス・シリーブ・ピーターソとその家族が、ウィーバーキャニオンに通ずる道路を切り開いた後で、モーガンバレーでは最初の高級的白人開拓者となった。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は611平方マイルであり、このうち陸地は5609平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.27%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内の詳細、ありがとうございます。